春日井市の年明けを飾るスポーツの祭典第42回新春春日井マラソン大会が1月7日に開催されました。朝から気合十分に集まったランナーの皆さん、マラソン大会への意気込みを聞いてみましょう。3キロコースを走ります。完走を目指して頑張ります。今日は10キロコースに出場して54分を切りたいと思います。やるぞー！おー！富士山の T シャツを着て楽しみにしてます。頑張って走ります。久しぶりの大会なので楽しみにしてます。牛山少年ウルフ頑張ります。おー！自分のベストが出るように頑張りたいと思います。41分で切れればいいかなと思ってます。完走を目指して頑張りたいと思います。3キロコースみんなで頑張るぞ。おー！昨年は参加者を市内在住、在勤、大学の人に限定して開催されましたが、今年は制限なく行うことができました。10キロ、3キロ、2キロの競技と3キロのジョギングの部門に分かれてのマラソンに、この日は総勢4765人が参加。はじめに高校生以上の男女2447人がエントリーした10キロの競技が始まります。石黒直樹春日井市長のスターターピストルの合図でランナーが一斉にスタート。10キロ競技の部では総合体育館を発着点とした市街地を周回するコースを走ります。記録を狙う人、完走を目指す人、それぞれの走り方で10キロを走破します。沿道からは選手たちに温かい声援が送られました。続いてスタートしたのは3キロ、2キロの競技の部です。3キロに中学生140人、2キロには小学5、6年生278人が参加しました。どちらも総合体育館周辺をぐるりと回りゴールを目指します。10キロ競技の部スタートからおよそ30分、先頭ランナーが総合体育館へ戻ってきました。ちょっと風が強くて29分台出すつもりだったんですけど、ちょっとうまく走れなかったっす。もうちょいいけるかと思ってました。ありがとうございます。それぞれの目標に向かって走り抜いた新春春日井マラソン大会、たくさんの人たちが新年の走り初めを楽しみました。第1ポイント案内所までお越しください。途切れることなくいろんな人に応援していただいて、本当に走りながら楽しめましたし、今日は天気も良かったので本当にちょっと風は強かったんですけど、気候も良くてすごい走りやすかったです。走れたのが楽しかった。声援がすごく力になってとても気持ちよく走りました。ありがとうございます。一緒に走る仲間がいるとやっぱタイムもぐんと伸びて本当楽しいマラソンになりました。でこう景色変わるからあんましんどさがこう淡々としてないからいいかなって思いました。はい、皆さん沿道で応援してくださるんで、まあ、それが嬉しかったですね。走ってると晴れてきたのでよかった、嬉しかったです。来月再来月とかフルマラソンに出るんで、まあ、ちょっとその練習で、気持ちよく走れてよかったかなと思います。